今日昼の放送で君の知らない物語が流れて一人でテンション上がってたら周りの人からの視線がすごかったです。ありがとう、りょう。学校のお昼休みにってことかな。歌ってやろうよ。俺髪やい小さいドライン。あまり FIFA 実況見ないけど、南の好きなだけにこのシリーズはワクワクで待ってる。伊藤博文さんまあ見ないでしょうね、 FIFA はね。それはだって伊藤博文さんは、いや南野さん好きだったんですね。よろしくお願いします。絶対に笑ってはいけない電車の中で猫爺の動画見るのが最近の趣味です。まあ笑うことはないと思うんですけど、結局ね、周りの人からね、画面覗き見されてキモって思われる可能性あるんで、そこだけ気をつけてください。ニコニコしてるのに引き分けに気づいて切れるし、何回見てもおもろい。いやだってさ、だってありえなくない？ワウワウのハイライトのやり方じゃん。だってチャンピオンズリーグの KSK と違ってそれなりにスピードあるんだろうから、カウンターにしっかり参加できてるね。はいはい、 KSK マジで遅かったからな。EL のプレイオフでバルサ対ユナイテッドは笑いました。 CL 決勝カードかよなんかコメント欄で教えてもらったんですけど、ユナイテッドずっとラリーガと戦ってるらしいですね。 CL の組み合わせも激アツなカード多いですしね、楽しみです。寝れねえ。南野2点決めるもモナコはロリアンに引き分け。いやだから絶対にやめてね、今日は。わけわかんない八百長みたいな展開マジで。チュポモーティングハットトリックしてねすげえ。スケジュールを見ます。EL キルマーノック、そして、モンペリエ、アンジェ、トラブゾン。順位を見ましょうね。あ、キルマーノックは負けてんだ。トラブゾン、トラブゾン戦やるか。じゃあ今日 EL はで、リーグ戦は、モンペリエ8位か。でモンペリエ戦とトラブゾン戦やります。で EL のね、得点を、まあちょっとここは何とも言えないところなんですが、まあ、南野も、得点したよね。あ、してない。ユデルさんが1ゴール。あ、そっか。ただ、リーグ戦は、ユデルさんと南野さんが10ゴールずつ。こういうことですね。アシストは南野軍。始まってるよね！ということで、最初のキルマーノック戦は、ハイライト、行かせていただきます。怖いけど、ベン・エデルさんと2トップ組んでます。ドン。はい、あ、そうです。今日はデンマーク代表のエリクセのデンマーク代表のように、しかも21番時代っていう、まあまあ昔のやつ、はい、させていただいております。重要だよ、本当に重要。モナコのオフェンスどういう状況から、これイェデル、あ、南野さんかな、ボール来るの。南野さんだ。イェデルさん、イェデルさん、イェデルさん。これオフェンスは全部点取る勢いじゃないと、またわけわかんない、わけわかんない失点して、来た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 。クロスチャンスね。むちゃくちゃ相手が相手陣地に、すごい、どういう陣形これ。よーし、オッケー、これでいくか。これからゴールパフォーマンス、これも決め、たん、いける。これは追いつかれない。やばい、2位だ。これ決めておかないとやばい。なんで？よーし、危ねえ！なんで一回一回こんな一喜一憂す、10.0 です。一回一回一喜一憂させてくるからな。いいでしょう。エゴイストポイント溜まってるでしょう。高い志。当たり前だろうが。自画自賛さ。試合でのパフォーマンス、自画自賛する SNS ファンのみんなに感謝しましょう。あなたは自分の活躍が注目されることにとても満足しています。エゴいなぁ。チームメイトに感謝する。試合後ドレッシングルームでチームが一丸となって戦えた成果であることを発言。いや、絶対それがいいんだけどね、本当は。ハードワークを続ける。あなたは認めてくれたことに感謝しつつ、もっといい試合をするためにさらなる努力が必要だと話します。いや、南野さん的には、多分この3つ目のストイックポイントのハードワークを続けるなんですけど、ちょっと、エゴイズムキングになりたいんで、この SNS で自画自賛します。どんな文言を打ったか、こちらです。いっちゃいましょう批判めちゃくちゃ来たりして怖え。 SNS 怖え。ショッピングとかは増えてないの？増えてないね。あ、
そうだ、なんか投資で、いや服ぐらいもう作ってよくない？服ぐらい、南野さんイケメンだし、ファッションブランドぐらい作っていっちゃおう、いっちゃおう。まずは練習をサボらない男、ここだけはね、ここだけは絶対サボっちゃいけないから。で、アクティビティ、え、なんだ、ハロウィン、チームのハロウィンパーティー、チームのハロウィンパーティーに参加し、一番目立つ衣装で登場して周囲をあっと寄せましょう。あー、ハロウィンのチャリティーパーティー、驚いている暇があるなら体を鍛えるべきだ。はい、純文学これ、ジムでハロウィンを過ごす。スタジアムの近くの学校がハロウィンパーティーを開催して資金集めを行っています。これ違う、逆、説明がいいえ、これバグってるよ、説明逆じゃん、絶対バグってんのよ。で、モンペリエ戦、これ試合普通にプレイします。イエデルさんと南さんのツートップ変わらず、まあいけるでしょう、いけるでしょう。ちょっと南野さん、あ、違う、これあれか、モンペリエホームか。南野さんのコレオがね、いつ実現するかっていうところが非常に、楽しみですね。 7.5 枠内シュート3つ、ゴールアシスト、いや、どうしようか、これでいこう。エゴイジスト、うまっ、あいしょ。And over comes the corner. It might still be problematic. ちょ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 、転んでる場合じゃないよ。やられそう。Waiting for others to arrive. ナイス。ちょっと前線にボールが運ばれていません。運んで。ちょっともう。みんなでさ、力を合わせてボールをつないでいこうっていう足。アシストソング、終わった、ナイスケー、ちょ頼め、マジで頼め、攻めよう、全く攻めれないこの試合、やばすぎ、やばすぎ、やばすぎ、マジでボール取る気ある。 OKOKOK、いいよ、はい、来た、いや、そこ行けないか、前半何もない。いやー、まあでも、まあ軽快な足取りではあります。ちょっとまずいですね。あのチームメイトのみんなはですね、やっぱ日本という国に非常に興味津々で、すごい質問攻めに合うんですよ。練習中しかりね、ご飯食事中しかり、あのクラブハウスでもすごい質問攻めに合う。その中で一番ですね、多い質問、みんなからこう、まあ、日本のイメージなのか分からないし、一番される質問、一体何だと思います？これ答えられた人、ネコニラポイント4ポイントです。ダントツで多い。ええ、やめて、やめてー、やっぱ質問中、クイズ中マジ失点する。え、なんで出すのやめようかな。なぜ、まあ、正解はですね、なんで日本のピーナッツバターは甘いの、これがダントツで多い質問です。こういう空気になるじゃん、失点した後にやると。オフサイドかい！目標の兼ね合いもあるんで、もう滝が決めます。何をしとる、やば、うーわ、バコバコにやられてます。こんなやられる、うまいけどね。うわ、アウトサイドシュート、くん、ジェルソン先生交代だ。これ、あれ待って、フォーメーション変わったか、左ウィングになってるわ、やっぱ変わったと思ったもん今。スリートップ、点を取り行けってことですね、監督ね、了解です。いやー、マジで強いモンペ。モンペって訳すのやめよう、絶対怒られますよね、モンペは、モンペ呼びは。ナイボー、これ仕留めよう。ちょっと、いや、外すんけー。
ファンタジスタ滝は出してるってなんか売れないお笑い芸人みたいだからやめよう、ファンタジスタ滝は。まずボールを取れない、滝にボール回ってくる回数圧倒的に少ない、基本フィニッシュまでされてる。日本のピーナッツバターは甘い。いいよ、みんな上がって、みなみな、いやー、まだある、まだある、でもまだあるよ。なんで浮かすん。もうダメだ、もうダメだ、オフェンスおバカさんすぎるこの試合。完敗。この試合はどうしようもなかったと思いますけどね、滝的には。滝が一番、あーでも LB が一番、モナコだってシュート2本だもん。ちょっと厳しい。マイナス25。いや、6位まで落ちちゃった。あたたたたたた、まずいですよこれは。トレーニングは休みません、絶対に。そこだけは譲れない、なぜなら日本人だから。78になって進めて、あれハロウィンか。だからこれはさっきも言ったよ、ジムでハロウィンを過ごす。だから間違ってんだこれで。もうこれはチームのハロウィンパーティーに参加して一番目立つ衣装で登場。こちらですね。はい。エゴイストポイント、軍。月間最優秀選手。え?これで満足はしない。受賞は嬉しいけれども、この数ヶ月さらなる向上が可能であることを SNS に投稿。受賞の記者会見ではチーム全体が好調なおかげで受賞できたのだとはっきりした。いや、これもファンに。ファンに感謝伝えてエゴイスト。エゴイズム。で、投資が?違う、いけるのか ?e スポーツチームが。アンジェ戦はハイライトでやるんですが、もう負けちゃダメよ。もう、絶対に。リーグ戦連敗は、いや、ちょっと、モナコなんだから、我々は。なんだなんだ、なに、ラジオ体操したけど、今。怖っ。ナイスボール。これはもう絶対決めて。なんでやねん。負けてる。やば。いや、エデルさんが空いてたんだけどな、今、味方の方。エデルさん?エデルさん!絶対決めろ、滝!これだけは。さあ!爆注!抱き合って観客の方もお祭り騒ぎでみんな滝に熱中。あ?ね、また点決められてる何をしとんの、ゴロビンは。クロスチャンスね。これ絶対決めて、まず同点、まず同点。いやー、まあ連敗まずいってまあ、タキも決定機一本外してるって外してるからな。何も言えないっちゃ何も言えないんですけど、それでもだよね。なんで2失点してんのよ。とりあえず EL 気を取り直して EL。 EL はグループリーグ1位だから、これ勝って今日はいい動画だったね。さあ、間違えた、南野としてプレイ。いい動画だったねっつって、それが大切。能力も78に上がった。ベイエデルさんこれ1下がったよね多分。エデルさん1下がるってちょっとどう思います。こんなもののさ、なんか2ヶ月3ヶ月ぐらいで1下げられてどういう気持ちです今。まあそれ、そう言われたら何も言い返せないっていうか。ハムシクさんいるでしょ、お相手。ハムシクさんいますよね。バレてますよ、いること。まあ、これが一番手っ取り早いかな。絶対勝つ。絶対だ。ないわ。ちょっと見にくかったな、ユニ。失敗した。狙っていくんですね。滝はガンガン狙っていくと決めた男なんですね。狙っていくですね。
はい、視野の塊、視野の塊イズを見せて、ね、真似すんなよ滝野ジェルソン先生はできねえことを。あの滝はですね、ハムシクさんが非常にファあの大好きなファンだということで行きました、ロッカールームにね、相手の試合前に。ハムシクさん、私あなたのことが好きですと、それを伝えたところ、ハムシクさんに何と言われたか。皆さん、こちらクイズです。驚きの言葉がハムシクさんから返ってきました。驚きの一言、正解はこちらです。あぶねー、知ってしやがったクイズ中に。いや絶対にしないですよそれは。もうサイン、そこまでしないとサインもらえないなら、あのメルカリでサイン探します、あなたのサイン勝手にね。ナイボ、いやトラップ、なんで胸トラが後ろにそられる。カルロス・ソレール、ナイスカット、チャンス、はい、いやー、 OK、 ナイス、イエデル先生ナイス。サイバーに戻して、ねー、もうナイボすぎ。ネデルさん、ネデルさん最近ちょっと調子悪ない。やばい雰囲気。いや、うん、まあまあ、点が決まる気配がないんご覧なんですよね。こういう試合展開の時に点をぶち込む、それがエースストライカーじゃない。そういう男になってほしいから、キャリアやってるみたいなとこもあるでしょ。私だからチームを救う救世主。リエデルさん、ナイストリブル、うわー、惜しい。いやー、ビスチャ怖えー、ハムシクさん。チャンス、何ですかそのパスは。やばい、 OKOKOK。 おお、ちょっとどうしようかな問題だなこれな。イエデルさんがちょっとね、え、イエデルさん、イエデルさん、何、まぐれ、今までの活躍は。ねえ、まぐれなわけない。だって、ベン・エデルさんだもん。まぐれなわけないよ。世界中にさ、あなたのユニフォーム買ったさ、サッカー少年が何人いると思う。その子たちの夢と希望を背負ってるんです、あなたは。来た。え、ぶち抜けるかな？いけない？タキー！エデルさんタックス！よし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 。よし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 。いや、タキ早かったね。オッケーオッケーオッケー、なんとか、監督も一安心に。だこっから失点するみたいなことあるからね、このゲームと。ほら、もう何をしてる、危ないな。ただセンターバック、え、誰、バルトラとかだよね多分ね、センターバック。ぶち抜けたから、なるほど。ファマジファ、いやー、ちょっとカッコつけて、トラップしてよかったら今カッコつけてボレー、いや、コメントできてたんすよ。やっぱ南野さんって言ったらボレーでしょみたいな、スーパーボレー期待してます。ちょっと、あ、オフサイかい。いや、トラップでっか。ちょっとごめんなさい、今のは私のせいです。なんとか耐えてください、私のせいで同点は嫌です。はい、そこで、うますぎない？いや、決めないんかい。むちゃくちゃ良かったっしょ今。なんで浮かすの？多分時間稼ぎでいいんだよ。時間稼ぎで。
全然。そうそう、こうやって、だって勝ってんだから。オッケー。ちょっとテーマ決められませんでしたが、なんとかなりました。大満足の表情です。え、もうのっぺらぼー。途中からトップ下だったんです。ちょ、聞いて、よだれてた。聞いてなかったっすね、ちょっとそれは。いや、でも支配もされていて、シュートも打たれていた中、よく勝ちました、この試合は。オッケーでしょ、ソシエダ強。オッケーでしょ、え？あ、シュート決定率ね。まあ、いい、全然いい、全然いい。チームが勝てばいい。トレーニングだけは欠かさない男しておいて、次回忘れないようにね。ただ、リーグ戦がまずいんですよ、もう8。8位はまずいでー。8位は。パリなんか10連勝してんだから。ただ EL は割といいです。全勝なんで。こういう状況ですね、他のグループはね。はい。うん、はい。あ、でも一応リーグ戦は南野さんが単独トップになってます。どういう気持ち今。エンバペとパブロ・サラビアが追いついてきてるから、ちょっとそこだけ気をつけよう。EL は、あ、EL アシスト南野さん。得点王は CR セーブ。なるほど。で、次回が、アジャクシオ・リール、またトラブゾンか。あ、でもリール・リオンだな。次回はリール・リオン。はい。ジーク・ジオンみたいな。なんでもないです。次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。さよなら。